ど、ろくでもないことを喋るかけことにかけては定評のある私ですから、はい。しまった、今足が変わっちゃったな。でもやっぱちょっと長いですね、イヤチェックの方が。うん、そうですね、あとやっぱり、デブはあの割と近いところを切る、早い代わりに近いところを切る技が多い感じですかね。うわ、いや、はずがある。おっと、バーッと、その音が続かなかった。おっと、いた。おっと、ああ遅かった。足元狙い届いたと思うけど先に切られた。ダメだ。うわっ、そんなん悪い。うわっと、あー、ガードしてくれるかと思ったけどしてくれなかった。あれは2ヒルクしちゃったからかな。これが強がってる気がする。ああ。あの後キャンセル左移動横切りをしようとして失敗した。最近練習してるあれを やろうとして。じゃあこれで、なんだ、 B ボタン押せば戻るのかな。なるほどなるほど、はい。じゃあモードを打たんと。あ、はい。じゃあサイトでレイヤーでどっちにします、モードさん。そうですね。そうなると、はいはい。よいしょ。デブしか使えんのですよ。うん。ダブル。おーっと、でもあの間合い切りかかるのは危険なんだよな。ヤセクより長いはずだから今のは多分間合いが。うわー、でも確かにサムエルは随分振りが遅いですね。そうなんです。早い技は持ってるっていう話なんですけれども、うん、全体的にやっぱり遅めな気がするんですよ、うん。特にヤシック、デブの振りがめちゃくちゃ早いんで。うん。うん。おぉ。デブがやっぱりブンブン振り回すと、余計こう、差があるというか、うん。そうですね。うん。だけど、デブ、肉のカーテンが最近あんま効かなくなってきてるのかなって気がするんですけどね。ちょっと弱くされてるんですかね。うん。なんか、割とデブなのに致命傷食らいやすいですね。はい、うん。お前、その脂肪は伊達かよって言いたくなるような。うん、おっと、ああ、おお、残ってる、さすが。相性の問題に近い感じですかね、これ。なるほど。じゃあ、一旦戻って、はい。うん、じゃあ、今度はプーヤンさんですね。よいしょっと。プーヤンさんがレフトサイドに入ってもらって、私がライトサイドになるのかな。いや。ただ一方でサミュエル、なんか技は多彩なのと、フェイント技が多いんでしたっけ、うん、フェイント技が多いっていうのは結構相手してて厄介かなと。ガーフですからね。当たんねえのかね。うわーっと、
今のはちょもうもう半歩もう半歩踏み込めばよかったのかな。よっしゃ。さすが。連携技が早くつながるのがデブの強みですね。デブなのに。あっと失敗した。デブなればこそか。そうですね。あっと。早いデブってやつですね。動けるデブ。動けるデブ。うん。アースクエイクとかと一緒にするなと。あっと、今のは。何年か。あっと失敗した。殴りキャンセルまでは行ったんだけど。あ、ガードされた。よっしゃ。お前が意外に出せない。普段下がなかなか操作するのが難しいゲームですからね。うわあ、何こっちが負けた。あれ切られたのはこっち。スタミナがなくなったのはプヤンさんの方ですね。でもスタミナ回復しました。あ、足や動けない。うわーっと。よろけてたか。今割と見える範囲でよろけた食らうと思ってボッタチ選んだんだけどもガードできなかったから、あれよろけてたからかもしれませんね。うん、はうんうん、だから一立ち目でもう決まってたみたいなところですね。次はじゃあ、うん、あのプヤンさんとモルゾフさんでお願いします。はい、どうぞ。で、ライマル、マルちゃんですか。ガードマルちゃん見てたね。えらい強引てか長い。3回目が届くとは思わなかった。ああ、そのマルちゃんの動き全然わかんないからな。え、それ攻撃なのっていうのはこう。危ない。うわっ。でも長い。長いな。長いですね。長いですね。うん。あれ、うん、ヤセクでも無理な間合いですもんね。あの間合いじゃと。お。ああ。ああいううちに持ってきたかな、思って。速さではまるとやっぱ速いなぁ。まあ、月ってのはそういう攻撃だからな。確かに、遅い月っていうのはまあ見たことがない、ね。そうですね。うん、あり得るんですかね。ただ前に出すんじゃなくて引いてつくみたいなことやるんだったら遅いつきってのはあり得るかもしれないけど、うん、要は力を貯めてつくとかですかね、うんうん、でもそれぐらいしか思いつかないですね。あるで、刃物でそれはやんないかなと。例えば梱包とかで、うん、力を込めてつくために一回引いてってことはあるかもしれないけれど、うん、
あと操術とかそういうのですかね。うん、その辺、かきやさんの方が詳しいかな。お今、刺さる方が先かと思ったけど、ドタマ立ち割りましたね。100点への攻撃。そう。なんかおかしい。足食らってるこれ。あ、足食らってますね。だな、肘知らねえ。はい。焼いて、動け。ああ価格だ。欲しいな。じゃあ今度は私が左側かな。はい。私は今回はじゃあアレクサンダーさん行ってみましょう。おー使い方全然わかんないけど、でもこのキャラ使えるようになりたいなと思いますね。あっと、今のイザベラの変な動きはあれ新技ですか？あー長い。あ、うん、なんか見たことない。はい、あ、な、長っ。あれ、スクジョの構えってものってイタリアとかあっちの方でしたっけ？うん、どういうん、うん、名前が違うんですよね。だからあの技法自体はあの大陸だからあちこちにあの流れて伝播してってるんでしょうけれども、あーっと、単に名前の付け方が違うのか、その技に対する考え方の違いみたいなのがあるんですかね。単に名前の付け方の問題だと思います。用法が変わるってことはなさそうな気がするから、うん、よっしゃ。やっぱりなんだろう、スペインとかイタリアとかであの名前は違ったりするんだけども、考え方そんなに変わって、うわっ、ここで切られるとは思わなかった。強い強い、ね、ガーッと踏み込みが足りない。ちなみにアレクサンダーの強みは何ですか？敵に対する防御強い。おー、なるほど。なんかあの動きが独特で使いづらいだけなのかと思ってたら、やっぱり強みはあるんですね。うん、だから、X とか Y とかの斬撃は割とガードされちゃいますね。うん、なるほど。だから A とか B とかの下から振り上げるようなやつとかを織り交ぜないと、あの偶発的な防御とかされちゃって切れなかったりすることが多いから、うん、そういうの避けるためにも下から切り上げるようなのが多めの方が当てやすい感じ。うん、あと、使ってると使いづらいんだけど、相手にすると間合いが読みづらい。間合い管理するゲームとして考えるならば、それはあの相手にした時のあのディスアドマッテージになるかなと。うわ、つえ。いやー、共産化しちゃった。エリシコとか。エリシコとか。この頃共産主義なんて概念ないでしょ。ないですね。ないですよね。ないですね。お
技の出が遅いかな。遅いんですよね。うん。だから、うっかり連携攻撃やっちゃうと隙つかれやすいかもしれませんし、うん、でも連携攻撃が多彩なんで、うわっ、サミュエルちょっとだけリーチが長いと思うけども、本当にちょっとしかリーチ長くないから、うわぁ、これ致命傷なの。やっぱこう考えるとヤチェックはバランスのいいキャラって感じがしますね。そうですね、うん、リュウ。じゃあ実際強いですよ、なんていうのかな、すごく苦手な間合いがないっていうのは大きいと思うんですよね。誰やった、今プーヤンさんが勝ったからプーヤンさんですかね。どうしようかな、うん、使い方わからんけど、バラバシあたり行ってみっかな。ずっと敵として戦ってましたもんね。うん、なんだったら技はなんとなくわかるけども、うん、操作がわからない、うん、バッと刺されたい。あ、まあ、足がね。まずい。まずい。回復するかどうか聞いてくれた。うん。あー、届かねえ。殴ったが。泥仕合。もうあのバインドして無理やり近づいて切ったっていう感じの。あた、殺せね。またヘルフになってる。うん。やべ、近づきすぎた、どうしようって考えた瞬間に疲れた。ワイン、はい、当たんない。うわー、早い。ここに当たったよ。当たりに行ってくれた。足元切ろうとしたら疲れて死んだ。うわー、復帰する前に刺された。移動してたら、後ろに下がってたら当たんなかったのかな、今。撃てました。バイブ。あーっと、バインドが間に合わねえ。ってか、ロングガードが間に合わなかった。あれ、ロングガードできないの？うん、今、ロングガード、くるくるってしたの見えたから、トリガー引いたんですけども、そのまま手元つつかれて終わっちゃいましたね。あれ見てからロングガードでバインドされちゃうんだったら意味がない技になっちゃいますからね。次は、またプーヤンさんとモルゾフさんですか。うん、おう、民族衣装風アレク。いきなり切った
か。おっ、分かったはずやけど、なんかアレクサンダーの技ってあのこうモーションの後に攻撃判定が飛んでくるみたいな、よく分かる。おしゃれ切り。うん、この場合、おうん、ねじ切るように、押し切るように、へし切りですね、へし切り。でも上からの斬撃防御に硬いんだとすると、サミュエル、下からの速い技があるかどうかってことになっちゃう。あえいで切りが、じゃもう止まらない。おメリークリスマス。飛んだ。すごい距離で飛んできましたね。うん。よいしょっと。私が左かな。はい。そう、俺にはデブしかいない。誰も名前で呼んでない。それはだってゲデオンよりデブの方が短いですから、ね、うん、他にデブいないから間違いようもないし、一瞬でなんて名前だっけって思っちゃうんですよね、うんうん、あデブでいいですよ、デブで、うんうん、一人しかおれへん、うん、まあまあ、チンプも一応重量級に逃げてる。あのポーランド語でデブっていうのは、ね、勇敢なる選手とかそういう意味なんですとかって、そういう大嘘ぶっこいて。あっそう、デブの幅の広さで疲れた感じが。2投目が相手の内側からねじり込むから結構当たりやすいんですけれども、ガードされるとその後が続かない。結構、なんか、生きった結果、疲れて死んだって感じになっちゃった。多いから、有効だ。なーっと下がられたか。うん。次が下がってなければと思ったけど。あーだ、残ってた、判定残ってた。攻撃終わったと思って踏み込んだら刺さりに行っちゃった。すごい長く残りますね。よっしゃ、ハッピーニューイヤーじゃねえ、メリークリスマスで。ちょっと早いですね。まずメリークリスマスですよ。はい。あーっと、ダメだった。かわし、いけたかも。ですね、はい。
手首切り落としてメリークリスマスって言ったとサンタクロースっぽい何か言おうとしたけど出てきた言葉が悪い子はイネガーだったから。トリックショットみたいな攻撃しましたね。遅いんだとすると有利な間合いでも先に振るんじゃなくて相手のさばいてから振るみたいなことをやんなきゃいけないって感じなんですかね。届くんだ。ああもうダメだ、ゼロゼロだ。おお。ガード硬いなやっぱり。総じて振り合ったときに遅くて切り負けるみたいなことが多いけど、近距離でお互い手出してる感じでは防御できないことってあんまりない感じに見えますね。どうしても防御が信用ならないゲームだから、つい離れたくなるけども、むしろその場にどっしり構えてなんか殴り合う方が強いのかなってちょっと思っちゃいます。ライトサイドがプーヤンさんですかね。あ、久しぶりにカルクシュタインのおじさんで、これ最後で、はい、うわっ、なんだ今の。判定が残ってた。まずいじゃん。うん。まあ目の前で空振られたら。前入れながらの攻撃はめっちゃこう。うん、おっ、ぶね。誰かこれ。うん。はい。でも力いっぱい振ってる感じがする技だから、相手によってはガードしてもなんかそのまま。手首とか押し切られそうな気がしますね、前によっては。うわこれか、届かね。あー、うわー、うん、ぐっと間に合わない、間に合わない。今、左側から右側に振り上げようとして、打ち負けましたね。遅かったから。ワン。うわぁ、二刀。二刀じゃねえな。二立ち目か。あ、奥、届くのか。辛いよね。後ろにキュッとこう。避けたつもりやけど、うん、なんか、で、あいう、
うん。第一か。いや、今のどっちかというと一方的に負けててもおかしくなかった。ラッキーで届いたみたいな感じですね。が先にやられた。あ、ガードしきれなかったか。うわ、前に出ちゃった。うん、体力出た。さすがにあんだけガツガツ殴られたら無理か。だあ、一回ガードした後反撃みたいなのでやると強い気がしないでもない、サミュエル。うん、ということで、はい、ありがとうございます。以上ですか。はい、ありがとうございました。はい。